バドセリグ・アラン・ヒューバー・セリグは第9代 MLB コミッショナーである。NFL のグリーンベイ・パッカーズの大株主でもある。性の発音はセリグよりも水リグの方が原音に近い。1934年、ミルウォーキー生まれ。両親は移民。幼少期から母親の影響で野球に興じるようになる。地元の大学を卒業後、 自動車販売業で富を成した父の後を次成功者となる。1953年にブレーブスがボストンから地元のミルウォーキーに移転し、セリグ自身も地元ファンの一人としてブレーブスの応援人熱を入れるようになる。ブレーブスは優勝争いをし、観客も4年連続200万人を動員する、成功を見せる。ところが、1958年の220万人から、 1962年には77万人にまで観客動員が右肩下がりになってしまう。セリグはゴー2ーバットフォーザブレイブスというチケット促進活動に従事する。しかし、1964年には91万人に回復したものの、ブレイブスはその年限りでアトランタに移転してしまう。ミルウォーキーはフランチャイズの空白地帯となるが、 セリグは1969年に誕生しその年、限りで破産したシアトルパイロッツを購入し、1970年の開幕前に生まれ故郷のミルウォーキーに移転させて、ミルウォーキーブルワーズのオーナーとなる。ミルウォーキー時代のブレーブスに在籍したハンク・アーロンのファンであり、1975、76年にブルワーズでプレーさせている。セリグがオーナーを務めた時代は、 MLB の球団価値が急上昇していき、MLB のオーナーになるには、複数の大規模な資産を持つ個人からなる、オーナーグループ内資企業でなければならないほどまで、巨大化していった。セリングはこの中にあって、小規模な事業家による、球団オーナーという、最後の種族だった。また、MLB 選手会が、マービン・ミラー会長の指導の下非常に力をつけ、 オーナーに対抗する一大勢力となっていった。選手会とオーナー側との交渉において、ストライキやロックアウトが頻繁に起こるようになった。1992年には MLB コミッショナーのフェイ・ヴィンセントが辞任し、それに伴いセリングが実質的最高責任者に就任する。1998年には正式にコミッショナーに就任する。 MLB のコミッショナー史上初のオーナー出身のコミッショナーとなる。2009年限りでの退任を表明していたが、2008年1月18日、アリゾナ州スコッツデールで行われたオーナー会議において3年の契約延長が満場一致で承認され、2012年まで任期が延長された。2012年1月12日、アリゾナ州 パラダイスバレーで行われたオーナー会議において2年の契約延長が満場一致で承認され2014年末まで任期が延長された2015年に1月24日任期満了に伴いコミッショナーを退任それから間もない同年4月6日かつてオーナーを務めていたブルワーズでセリグの名誉背番号として一応ブルワーズの永久欠番に指定された 2016年12月4日、アメリカ野球伝道が伝道入りを発表。1988年以降に活躍した球界関係者の候補から選考委員16人の投票により決定した。代表的な実績として、東西中山地区制へのリーグ再編と、それに伴うポストシーズンゲーム改革、インターリーグの導入アメリカカナダ以外での初の公式戦開催。 ボルチモアオリオールズ対キューバ代表の親善試合の開催、クエステックシステムの導入、オールスターゲーム勝利リーグがワールドシリーズ本拠地開幕権を獲得、ワールドベースボールクラシックの創設、ビデオ判定の導入等が挙げられる。セリングがコミッショナーに就任した時期のしばらくは MLB の停滞が問題視されてきた。1990年代アメリカは、 未曾有の後継期であったが、MLB の観客動員の伸びはかんばしく、なかったからである。この一員として、スモールマーケットの球団と金持ち球団の格差が指摘されてきており、ペナントレースに対するファンの興味を失わせると問題視されてきたのである。MLB は2000年に有識者を招いての大リーグの改善策を検討したが、翌2001年には2球団解散を目論む。 セリングのコミッショナーとしての評価はもともと必ずしも高いものではなかった。特に1994年と2002年の選手会との労使交渉での不手際が非難されていた。1994年の労使交渉は232日に及ぶストライキと史上初のストライキによるワールドシリーズの中止を引き起こす史上最悪の事態を招いてしまい一時的に 観客動員の停滞と大リーグのイメージ低下をもたらした。2002年の労使交渉においても交渉に先立って球団解散をもくろみ、選手会の敵意を煽るという対応のまずさが非難を浴びたのだった。だが何より問題視されたのがオーナー出身という点である。これは球界の利益にかなうよう振る舞うことが必須とされるコミッショナー職において、 特定チームのオーナーでがそれにふさわしいのかということで、ある。セリーグは、コミッショナー代行に就任以後も、コミッショナーの年俸とともに、ブルワーズの役員としての給与も受け取っており、この点に関して、フルタイムのコミッショナーとして報酬しているのだから、ブルワーズの給与は返上するべきであると批判されたので、ある。特に、2001年の球団解散騒動において、 より一層厳しい批判を浴びることになった。これは2から3球団を2001年以内に解散させることを発表したものである。MLB はこの球団解散は膨大な赤字を改善するためのやむを得ない選択であるとした。しかしながらツインズの解散にはブルワーズの利益にかなうものであると批判された。ツインズが解散することで隣接するミルウォーキーのメディア市場が広がるからである。 また、この騒動の最中に、セリグがかつてツインズのオーナーのカール・ポーラドから、オーナー会議の承認を経ない不正融資を受けたことが、ミネソタツインズの地元シスター・トリビューンに暴露されるなど、セリグの不正行為に様々な批判が浴びせられることになった。こうした問題点を抱えているものの、セリグは様々な改革に成功しているのも確かである。 例えば、2002年の集団同士交渉において、合意された収入シェアリングによって、チーム間の収入格差の縮小と年俸の低下が発生し、チームの財政面の安定化がなされたとの指摘がある。また観客動員も2003年以降好転し、さらには WBC の開催にこぎつけるなどの事業力などと、 相まって MLB 史上最高の経済的繁栄をもたらしたとの評価が高まるようになった。そして遅きに死したとはいえ、アメリカプロ野球界におけるステロイドホルモン剤の本格的規制に向けて思い越しを上げた。2006年12月19日、アメリカスポーツ界の最優秀エグゼクティブに選ばれた。その年に最も大きな功績を残した経営幹部に贈られる賞で、 スポーツビジネスジャーナルとスポーツビジネスデイリーにより2003年に創設された。ありがとうございます。